はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はですね、パワープロ2018の、ペナントについての、告知動画ということで、やらせていただきます。で、パワープロ2018のペナントレースですね、今回も、皆さんから選手を募集して、でその選手でチームを組んで、ペナントをやっていきたいと思います。まあ、パワープロ2016の方でもやって、まあ、なんか途中でちょっと終わっちゃったんですけれども、2018の方も、やっていきます。で、2018では一応自走車をメインにやっていこうかなと、思ってます。まあ、その方がね、みんな作ってくれた選手が、まあ、どういう動きとかするのかよく見えると思いますので、まあ、頑張って一試合一試合、こなしていきたいと思います。で、募集する選手の方なんですけれども、まあ、サクセスとかで作っていただいて、ここにですね、ライブパワープロっていうのがあるんで、まあ、これを選択してもらってライブ選手ですね。でそこから、下の方の選手アップロードで、そうするとアップデートする選手を、まあ、選ぶんですけれども、今回はだいたい、まあ、オール D あたりの選手で、募集をしていこうかなという感じにしようと思ってます。で、まあ、こうやってちょっとアップロードしてあるんで、一応選んでみると、まあ、オール D で、まあ、盗塁がねちょっと作っていく上で C になっちゃったんですけれども、だいたいオール D で、星が216なんですよ。なんで選手は、まあ、大体220前後あたりの選手で、まあ、チームを組もうかなと思ってます。なんで今回オール D ですけれども、まあ、もちろんね、あの守備に特化させたり、パワー特化させて守備力を落としたり、まあ、特能をいっぱいつけて基礎能力を、下げたりっていうような、まあ、個性ある選手を作っていただいていいんですけれども、一応星のランクとしては、まあ、220前後で大体オール D くらいになるかなと思います。でアップロードをしていただく と、右の方に、このプロフィールですね、プロフィール欄に、パワーナンバーっていうのが出ますので、これを、この動画の、コメント欄に、記載してください。で俺がカタ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 打ってそうダウンロードするんで、まあ、それで能力を見て、まあ、この選手使っていこうかなとかで、まあ、やっぱりねポジションによっては結構激戦なポジションとかもあったりするんで、まあ、もしかしたらちょっと採用されない人とかもいるかもしれないんですけれども、まあ、一回それで、選手を組ん で、 で一応チームって、まあ、球団はあれ何個あんの ?1、2、3、4、5、6 か、例えばセ・リーグ、6球団なんですけれども、まあ、追加でね2球団増やせるんで、まあ、どれくらい応募があるか分かんないんですけれども、本当に応募がたくさんになった時には、まあ、自分の実況パワフルゲームチャンネルチームみたいなのと、あとまあもう一つちょっと言い方悪いですけれども、あぶれた人たちチームでなんかその敵として出てくるみたいなのもちょっと考えてます。まあ、そこにねサクセスキャラとかちょいちょいちょいと織り交ぜて、まあ、オリジナルチームを作って、まあ、なるべくね皆さんが作ってくれた選手を活用できるような、ところで、考えてます。あともちろんね1年目とかが終了するとまたなんですかね、ドラフトみたいなのがあったりするんで、そこで選手の入れ替えをやっていきますので、まあ、皆さんね個性ある、選手を作っていただければと思います。まあ、簡単に言うと二遊間とかはやっぱり守備力欲しいよね。多分自走車するんで二遊間とかで守備力がないと、もう多分操作してて結構ストレスになっちゃうと思うんで、そういう選手もう使わねえみたいな話になっちゃうんで、まあ、そういうところをねちょっと考えて、作っていただければと思います。まあ、あとコメント欄でね、例えばこれはなんすかね、そのダイソー要因ですみたいなとこも入れてくれればチーム編成の、時に考慮していきます。で、まあそんなものかな。で一応ルールとしては多分ね、パワープロ2016の時は二刀流選手を作ろうとすると、例えば投手で野手能力を上げたとしても星がね上がらなかったと思うんですよ。要は査定値っていうのかな、上がらなかったんで、まあその星は216なんだけれども野手能力がめちゃくちゃ高い選手っていうのが作れたりしたんですけれども、今回は多分ね二刀流選手で作ろうとして、例えば投手で野手の能力を上げていくと、まあ、普通にこの星の数値が上がってったと思いますので、まあ尖った選手は多分作れないと思います。なのであんまりね強すぎる選手とかっていうのは多分採用されないと思うんで、試合見ててあれになっちゃうんで、まあそういうところをちょっと、気にしつつ、選手を作っていただければと思います。で基本は一応1人
まあ、1選手ずつの、採用にしていきます。まあ、2人とか、ね、3人とか作ってくださる人もいるんですけれども、まあ、なるべく、ね、多くの人の、選手を採用したいので、基本は1人1選手で、余ったら、まあ、2選手とか3選手とか、まあ、採用していきます。とあと、まあ、途中経過ですね、今このポジションが足りてませんとか、こういう選手が足りてませんっていうのは、まあ、多分ねツイッターの方で随時、上げていくと思いますので、まあ、そちらの方を、まあ、参考にしていただければと思います。でどれくらい、まあ、まあ選手の揃い次第ですけれども、多分2週間前後くらい応募して、まあ、6月に入る前くらいからペナントが開始されるっていうスケジュールに、なりますかね。ちょっとそこら辺はわからないですけれども、まあそういうところもね、随時ちょっとツイッターの方で、情報発信していきたいと思いますので、今回も今回もっていうか、前回全然、優勝とかできてなかったんですけれども、まあ、日本一を目指して、皆さんの選手を活躍させていきたいと思いますので、ご協力いただければと思います。まあ、そんな感じで、今回の告知動画はこれで終了したいと思います。まあ、なんかちょっと分かんないところあったら、なんかコメントとかでいただければ返しますので、では皆さん、いいチームを作っていきましょう。なんか閉まってないけど、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。